している。あとはエレンを扉まで援護すれば僕らの勝ちだ。勝ちだ。死せよ。我々の命と引き換えにしてでもエレンを扉まで守れ。絶対に巨人を近づけるな。邪魔をさせるな。エレンを援護するんだ。隊長や、お前たち二人はエレンの元へ向かえ。これは命令だ。分かったか。了解。痛み犯、何を。巨人どもが俺らに食いつかないんだ。食いつかれるまで接近するしかない。こっち向け、こら。浮かれと、そのくせにケツに刃ぶち込んで殺すぞ。やっぱケツとか言われるとあれなんだ。やばいかも。来た。2体かかった。走れ、建物まで走れ。そんな、地上に降り立つなんて自殺行為だ。馬も建物もないんじゃ戦えない。いや、もうあれしかない。ミトリハに続け。アルミ、私たちも危ない。こっちだ。こっちに来い。いやいや、もう行ってほしい。潰れそうだ。重いんだ今やっぱ。ミカサ、アルミ、頑張れ頑張れ頑張れ。何してる。そんなところを歩いてたら巨人の餌食に。ほら、早く来いよこのノロマ。こっちに来い。おい、おい、見た目。どうしてエレンは外の世界に行きたいと思ったの。俺たちはみんな生まれた時から自由だ。それを拒む者がどれだけ強くても関係ない。炎の水でも氷の大地でも何でもいい。それを見た者はこの世界で一番の自由を手に入れた者だ。戦い、そのためなら命なんか惜しくない。どれだけ世界が恐ろしくても関係ない。マジか。どれだけ世界が残酷でも関係ない。戦い、戦え。まだ巨人が。ここは私が。閃光の剣。人類が今日初めて巨人に勝ったよ。黄色の円盤確認。作戦が成功したようです。さらなる援軍を送れ。精鋭班を救出せよ。いやマジか。いや
いいやん。勝ったけど。もっとシンプルな話なのかなって思ってたら想像より入り組んでた。最初はさ、そのエレンが巨人を駆逐して終わりみたいな話かなって思ったんだけど、なんか今回の話とか聞いたりエルヴィンの感じ見てるとなんか違いそうね。なんかすげえ複雑そう。あと関係も複雑そうだけど、やっぱ勢力がそれぞれにあってみたいな、その利権を守りたい、あの王様に近いところに住んでる人たちとみたいな、で調査兵団は調査兵団で、ウォールマリアだっけ、奪還したい勢力とみたいな、なんかいろんな人のいろんな思いが交差し合ってて、で巨人に対してもみんな怖いとか許せないとかじゃなくて、なんかハンジが出てきたことによってなんかそういう人もいるんだっていう、なんか不思議な気持ちになったな。なんか主人公の成長物語っていうより、エレンの成長物語っていうより、この世界の歴史見てる感ある、進撃の巨人ね。I feel good na 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 like I know would I feel good. Hey 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 hey, what's up, hey, man? Why are you so happy back there and I'm taking you to jail? Hey man, look, I'm so happy, boy. When you're taking me, I got 24 hours away from my wife, man. I feel good.